握手発表会お疲れ様でした。てかそれ何なの？りんご飴。上にね、これ何かかってんの？美味しい？ 丸ごとりんごの飴？美味しい？誰やったの、それ？レミ。ちょっとレミどうやって作ったの、これ？そんなにうまいの？ 甘い？なんか甘い匂いするんだけど、いつの間に作ったの、レミ？まあまあ、焼きリンゴにしようかなと思ってたんだけど、リンゴいっぱいあったから。そうやってやるのもいいんだね、じゃあね。どういう味するの？甘い。この辺だけだよ。下の方はなんか普通だけどね。2巻もやったんだ。2巻も食べてみた？どうだった？みかん合わなかった？ママじゃ食べるもったいないもん、このみかん。面白いことするね、レミってね。でもちなみにちゃんと作ってあげたんだ。で、レミも食べてた？いちご飴みたいな感じだよ。ああ、そっかそっか。いちごも美味しいけど、りんごもこうやって食べると美味しいよ。マジ？合うんだ、りんご飴って。でもこれって丸ごとやんない、丸ごとじゃなくて切ってやった方が良かったんじゃない？レミそのまま丸ごと やったんだね。ウケるわ。すごいね、レミのやり方。面白いね。どうしたらこういうこと考えれるんだ。後でレミに作り方聞かないと、どうやって作ったのか。飴ちょっとさね、苦い。いや、だってこれ焼いたからでしょ、きっと。焼いたっていうか、砂糖でしょ。砂糖つけたんでしょ、砂糖入れてた。きっと。入れてた？砂糖と水。作るところ見てたの、ちな。でもこれさ、丸ごとりんご食べると、歯が丈夫になるんだよ。これ何でも入れてるよ。ああ、フルーツで？ああ、そっかそっか。いいね。桃とかもできそう。桃は崩れちゃうんじゃないの？梨は？ああ、梨もいいかもね。今の時期ほら、梨もいいよ。スイカは？スイカは無理でしょ。何、どこにいたの？上？上にいるの。他に何あるっけ？何が？フルーツ。あと、フルーツないんじゃない？いや、青森に行ってもリンゴ有名だけど、こんな、ねえ、リンゴ飴なんてあんのかな？あるかもしれないね、もしかしたら。リンゴの、丸ごとリンゴの飴。丸ごとリンゴパイだっけ？え、あるよ。ある？丸ごとリンゴの飴？丸ごとかわかんない。これいいよ、ほんと。え、でもみ映かえんとるよ。かもあるよ。みかん飴。マジ？優しいお姉ちゃんでよかったね。なんで止まるの、そこで。優しいお姉ちゃんじゃん。作ってあげて。りんご作ってあげて。優しいでしょ。ちな、ママさ、今調べてみたんだって。そしたらあった、普通に。丸ごとりんご飴とか、みかん。みかんもあったよ。なんかそういう感じで作ってたよ。初めて見たんだけど、でもこれ。レミどうやって、なんかで調べたのかな。でも簡単だよ。作り方見たの？簡単だった。あ、来た、レミ。レミ、このりんご飴ってどうやって作ったの？ね、普通に簡単に。普通にあるんだね。ネットで調べた？いや、なんで作ろうと思ったの？なんかたまたま TikTok のおすすめのところ見てたら、ああ、出てきたんだ。できた。それで作ろうと思ったの。で、この上にかかってるこれは何なの？雨。飴？何でやったの？普通に砂糖入れて、それに水入れて、で、鍋で沸騰して、茶色になるまで沸騰して、で、
そのリンゴのやつをこう回してつけて、へ、そんなの。レミも食べたのも。この丸ごと1個のリンゴ、うん、みかんは食べた。みかんも食べたので、ちなにも作ってあげようと思って、ちなにも作ってあげたの、うん、いいお姉ちゃんだね。はい、ちなありがとして、ちな、お姉さまにありがとうわ。いいお姉さまじゃん、ありがとうしないの、なんで。いや普通ありがとうするでしょう。なんでに恥ずかしいの。ねえ、怖いね。何なのその髪。ん？その髪は何なんですか。つけた。じゃあ、はい、作り方を教えます。はい、教えてください。はい。まずグラニュー糖か砂糖をこのくらい入れます。はい、あ、待って、まだつけなくていいか。入れて、うん、で水を、はい、ちょっとだけ。あ、水ちょっとだけでいいの。うん、本気くらい、はい、入れて混ぜます。え、まだ火つけなくていいの。まだつけない。混ぜるの、うん、したら強火でこれをつけていく。やばい、いいのそれで、焦げちゃうよ。うん、焦げていいの。それでこれで混ぜたりしないでずっと待って、きつね色になるまで。で刺す。割り箸で まずリンゴを洗っておきます。はい、うん、あ、沸騰させるで、うん、それを、ま、沸騰させるまで待つってこと。じゃあこれでこう、はい、こうやってこれをつける。あ、それでいいの。うん、これをつけて、うん、こう、でもちょっと待って、まだきつねになるかな。乗さないとダメってことなんだよ。うん、寝るになってきました。ほら、あ、はいはいはい、そしたらこうやってこうつけていって、これもこうかけちゃった方がいいかそれで完成なの。わあ、すごい。これで完成。早いね。もうそれで OK なんだ。うん。丸ごとリンゴ飴。そう。で、これで固まるのが早い。わあ、素敵。これじゃあ、え、何とっておこうか。うん。冷たくても食べれるんでしょ？うん。あ、じゃあこれ、え、何とっておこう。うん。すごい。うん、なんかさっきのチナのよりなんかすごいよ。チエチナのなんかかかってないところあったもん。簡単なんだね、うん、これならママでも作れるわ、うん、ありがとう教えてくれて、うん、もう固まった。早っ、触ってみて一回。あ、本当だ、もう固まってた。これで冷蔵庫で
冷やす。はい。どれな。来たら何食べさせましょう。はい。早いね。固まっちゃった。うん。みんなもりんご飴簡単に作れるので、ぜひ作ってみてね。